第二次世界大戦太平洋戦争を日本のオーストラリア空襲、ダーウィン構内で炎上する、艦船日本のオーストラリア空襲は、第二次世界大戦中の1942年2月から、翌1943年11月までの期間に、渡り、連合国の一国である、オーストラリア本土、地域の主要空域、周辺諸島、沿岸輸送ラインの船舶に対し、 大日本帝国海軍及び大日本帝国陸軍の航空機により行われた一連の空襲のことを指す。ブリスベン市内の防空シェルターオーストラリア本土は第二次世界大戦中に日本軍機により少なくとも97回の攻撃を受けた。最初でかつ最も大規模だったのは1942年2月19日朝の空襲で ダーウィンは242機の艦載機に攻撃され、少なくとも243人が死亡し、甚大な被害が生じ、数百人の人々が住宅を失った。ポートダーウィンはこのために、海軍の主要基地としての機能を完全に喪失した。これらの攻撃に対し、王立オーストラリア空軍、オーストラリア陸軍、王立オーストラリア海軍、アメリカ陸軍航空軍、アメリカ海軍、 英国王立空軍、オーストラリアに逃亡したオランダ王立東、インド空軍が反撃を行ったほか、ブリスベンをはじめとした都市部では防空シェルターの整備が行われた。また、日本軍の上陸が予想されたことから、オーストラリア政府と軍により、沿岸の警備や海岸線への地雷の埋設、避難訓練が行われたほか、学童疎開の実施も検討された。これらの攻撃により、 死者は400人以上、負傷者1000人以上が出たとされ、さらに日本軍は軍事施設や軍用兵器類だけではなく、港湾や民間管理の飛行場、鉄道や燃料タンクといった戦時の補給船であるインフラストラクチャーも攻撃目標とした。このためこれらの施設に勤務する、もしくは近隣に在住する多くの非軍属の労働者らも被害にあった。 最後の空襲は1943年11月であった。日本軍がオーストラリアに対して一連の空襲を実施した目的は、日本軍がオランダ領東インド諸島を占領したのに対抗しようとして、連合国軍が北、オーストラリアにある核基地を使用するのを妨害するためだった。石油貯蔵タンクの爆発、ダーウィンへの日本による最初の空襲で攻撃された。 手前は HMS a デロラインで損害を免れた爆撃で破壊されたダーウィン市内の郵便局1942年2月19日のダーウィン市への爆撃は日本がオーストラリア本土に対して行った最初にして最大規模の攻撃だった。2月19日に4隻の日本航空母艦はオーストラリア北西のチモール海の洋上から計188機を発進させた。 これらの188機の日本海軍艦載機は、ポートダーウィンに甚大な被害を与え、アメリカ海軍のアセス・パーリーを含む9隻の船舶が沈没した。同日午後に54機の陸上攻撃機によって実施された空襲は、市街地と王立オーストラリア空軍のダーウィン基地にさらなる被害を与え、20機の軍用機が破壊された。これらの攻撃に使用された弾薬量は、 前年12月に行われた真珠湾攻撃の総量をしのぐと言われている。避難した多くの民間人と共に、軍すらも町から逃亡してしまったため、損害の確認に手間取ることとなったが、最終的に確認できた連合国側の人的被害は251人が死亡、300人から400人が負傷し、その大部分はイギリス軍やアメリカ軍などの オーストラリア人以外の連合国軍水兵たちだった。ダーウィン氏を防衛していたオーストラリア及びアメリカ軍はわずかに日本機4機を撃破できただけで、この一連の空襲は完全に成功した。全く無警戒であったオーストラリア側には、というような証言が残っている。炎上する B-24 リベレーター1942年3月3日に、 旧機の日本海軍の零式艦上戦闘機が西オーストラリア州北西沿岸の町であるブルームの空港と港湾施設を攻撃した。ブルームは小さな町だが当時日本軍のジャーへの侵攻によってオランダ領東インドから避難してくる民間人と退却してくるオランダ軍やアメリカ軍関係者の脱出ルート上に位置する主要な航空基地となっていた。攻撃は 戦闘機である冷戦による地上奏者であり、爆弾は投下されなかったが、アメリカ軍の B-24 リベレーター爆撃機が破壊されたほか、14機の飛行艇が破壊され、35人から40人が死亡するという大きな被害を出した。さらにブルームにはほとんど防御の備えがなされていなかったので、日本軍側に与えた損失は軽く、ブルーム上空で、 日本の冷戦一機を撃墜したほか、もう一機に損害を与え、基地機関失敗で損失させただけにとどまった。タウンズビルの基地に展開するアメリカ軍の海マイナス4偵察機オーストラリア北東沿岸部のクイーンズランド州最大の港湾都市であるタウンズビルの郊外には、アメリカ陸軍航空隊の主要な航空基地があり、1942年7月後半の3夜に、 日本海軍飛行艇の空襲を受けた。7月25日から26日にかけての深夜に、市街地に3機の日本軍の大型飛行艇による攻撃を受けたが、3機の航空機から投下された6個の爆弾は海に落ち被害はなかった。タウンズビルは7月28日の早朝に2度目の攻撃を受け、1機の飛行艇から8個の爆弾が投下されたが、それらは 町の郊外の寒木地帯に着弾した。6機の P-39 エアラコブラは、この日本機を迎撃しようと離陸したが迎撃には失敗した。タウンズビルへの3度目の空襲は7月29日の夜に起きた。1機の飛行艇が再び町を攻撃してきて、6個の爆弾は海に落ちたが7個目は、町の競馬場トラックコースに損傷を与えた。 この日本機は4機のエアラコブラに迎撃され損傷を受けたが無事帰還した。4度目の空襲は7月31日、クイーンズランド州西北区で発生した。1機の飛行艇から1個の爆弾が投下され、モスマイ郊外の一軒家の民家近くで爆発して1人の子供が負傷した。2月3月4月6月7月8月9月10月爆撃で、 破壊された、ダーウィン市内の税関ビル11月1月3月日本軍機の爆撃で破壊された、ダーウィン市内の建物5月6月7月8月9月11月日本軍機に撃墜されたアメリカ軍の P-401942 年5月に、イギリスからスピットファイアを装備する飛行隊の増援が決まり、オーストラリア空軍は第一航空団の編成を始めた。 しかし、地中海の戦局悪化と日本軍にインド洋と南太平洋の制海権を奪われたことにより、増援は中断され、10月に定数機の輸送を終えた。1942年3月中旬に、アメリカ陸軍航空軍の P-40E ワオホークを装備する第49戦闘機航空軍がダーウィンに到着し、翌月から迎撃任務に就いた。 オーストラリア空軍と交代する8月まで、ダーウィンで昼間爆撃を迎撃し、オーストラリア軍及びアメリカ軍の集計では21機を失ったが、日本機を79機撃破したとされるが、この集計は戦火がかなり誇張されていると見られている。ありがとうございます。